おはようございます。いかがお過ごしですか？9月14日の誕生花はリコリス。リコリスは東アジア原産のヒガンバナ科ヒガンバナ属の多年草球根植物です。日本ではヒガンバナという呼び名の方がポピュラーです。別名をマンジュシャゲ、サンスクリット語で天界に咲く花という意味があります。日本全国の道端や田んぼの汗などに群生し、秋の彼岸の頃に花茎の先に鮮やかな花だけが咲き、秋の終わりに葉が伸びて夏には枯れるという多年草としては珍しい性質を持っています。花びらは外側に反り返り、長いおしべとめしべが目立つ優雅な花です。花言葉は転生、再会。リコリスの根は古代エジプトのパピルスにも書かれている薬用ハーブ。甘い香りを持ち、風邪や花粉症を和らげると言われています。根をすりつぶしたものを貼り薬にすると、むくみ、赤切れ、関節痛に効果があります。花言葉の転生、再会はやはりお彼岸の頃に咲くところから来るのでしょう。今日お誕生日のあなた、おめでとうございます。今日も素敵な一日でありますように。津田翔子でした。